皆さんこんにちは、ナチュロパスのさやです。私はオーストラリア国家資格である自然医療療法士ナチュロパスとして、世界中にお住まいの方々へ総合医療クリニックのオンライン診療を行っております。さて、週も半分となりました。いかがお過ごしでしょうか。本日のトピックはですね、題名にもあると思うんですけれど、ミネラルってよく聞くじゃないですか。でもいまいちミネラルって何って聞かれるとよくわからなくないですか。その辺学校でそんなに習ってきてないですよね。それをですね、ちょっと深掘りして、ミネラルって大事なのっていう、ところ、それから、よくよく、あるような症状、例えばですね、疲労感、倦怠感、それから、頭痛とかですね、さらには、肌荒れだったりですね、実はですね、ミネラルというのは、これらいろんなね、特になんか原因わからないけれどちょっと不調だなという、こことね、非常に関係しているわけなんですね。なんで、ミネラルってなんとなく大事っていうのはわかるけど、いまいちよく知らないなという方、ぜひね、今日参考にしていただければと思ってお話をしてみます。それでは最後までよろしければお付き合いください。というわけで、本日はミネラルについてお話をしたいなと思っております。というのもですね、これをお話ししたいなというきっかけがあったんですけれども、私の日本に住んでらっしゃる患者さん、きっとこの音声もね、本当にいつも聞いてくださってありがたいんですけれど、彼女がですね、今妊娠中なんですよ。でこれもね、妊活一緒に頑張ってきて、ようやく妊娠できたということで、本当にね、おめでたい話なんですけれども、やはり妊娠初期っていうのはどうしてもね、つわり経験する人少なくないです。そしてつわりがあって普通なんです。つわりというのはですね、ホルモンバランスの変化によって起こるものですので、つわりがあるイコール、自分の体がこう子供ね、赤ちゃんをお腹で育てる準備をね、どん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 していっているという、そういうサインでもあります。ですが、つわりしんどいですよね。つわりにもね、レベルがいろいろあると思います。私自分の話で言うと、つわりね、そこまで初期はそんなになかったんですけれども、やっぱり特に日光なんかね、直射日光なんかに当たった時、それから、空腹の時、よくありますよね。この辺はですね、なんか気持ち悪いなという感じで、胸焼けのもうちょっと気持ち悪いバージョンって言ったらいいんですかね。そんなこともあったわけなんです。ただですね、この患者さん、彼女の場合ですね、ちょっとね、大変なんですけれども、結構ね、嘔吐を、されていたようなんですね。でこれもね、本当に珍しくないので、嘔吐したからといって大変だとかって言いたいわけではなく、嘔吐をね、どうしても、しちゃう、特に、初期の頃はね、そういうことが発生してしまうんですけれども、このね、吐いちゃう吐いちゃうだけではやっぱりね、体のものどんどん大切なものまで出てってしまってる可能性もあるので、しっかりと、補給をしてあげないと体のバランスっていうのが崩れてきてしまうわけなんですね。で何が起こったかというと、彼女の場合ですね、特にね、彼女もなかなかこう点と点がつながらなかったそうなんですけれども、嘔吐をね、繰り返していると、どん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 、頭痛がし始めたということなんですよね。なんかやたら最近頭痛がしやすいんですよね、ということで、もう気持ち悪いのもあるのに、さらに頭が痛いとかしんどいじゃないですか。ただですね、私がそのお話を聞いた時に一番ピンときたのが、ミネラル、これの不足になります。どういうことっていうことなんですけれど、特にですね、ミネラルのマグネシウムだったり、カルシウム、それからカリウムだったりですね、いわゆる電解質と言われるもの、
これはですね、体の水分量のバランスを保つ役割をしているんですけれども、嘔吐だったり、それから普通にね、普段からこう汗をかいたり、それから、トイレに行ったりなんかですね、尿として、電解質っていうのは常に、出ていっているわけなんですね。ですので、特にね、今気温がどんどん上がってきてますけれども、夏場、結構ね、脱水症状に陥りやすい方なんかはですね、実は、取っているお水の量だけではなくって、この電解質自体が汗とかからどん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 抜けてしまっているがために、体がミネラルのバランスを保てなくなって、水分のバランスも保てなくなる結果、嘔吐だったり、すごくしんどかったりですね、まあ、ほんとこの彼女と、症状が似てますよね。結果、脱水症状のような、症状が起こるわけなんですよね。ですので、まず一番最初に、考えられたことはこの電解質だったので、私は彼女にとにかくね、食べるものもね、しんどい方は思うけれども、電解質が豊富なものをしっかりと、いくつかねピックアップして、その辺をしっかりと取るようにアドバイスをさせていただきました。そしてね、ミネラルというのは、いろんな種類があると思います。さっき言ったマグネシウム、カルシウム、それから例えば鉄分なんかですね。このあたりっていうのは、体が機能する上で非常に大事な、栄養素ですよね。ところがですね、逆に体にいいミネラルもあれば、体にとって良くないミネラルというのも存在するわけなんですね。これがいわゆる重金属とか、有害物質なんて呼ばれるものになります。よく知られているところであれば、アルミニウム、水銀、カドミウム、鉛なんて、このあたりになるかと思います。これもね、実は、ミネラル分になるんですよね。ですので、さっき言ったようにね、体にいいミネラルが、不足した場合、この場合も、体調を崩してしまうんですけれども、逆に、体に良くないミネラル、こちらがあってしまう場合も、それはそれでいろんな症状となって現れるわけなんですね。代表的なところで言うとですね、体にいいミネラルが不足する場合、さっき言った鉄分なんかですね、不足してしまうと貧血になりますし、それから動悸だったりですね、不妊、それから、なんと心のね、バランス、メンタルヘルスですよね。そんなところにも実は関係してきますし、疲労感、そして、この彼女のようにね、頭痛なんかとして現れます。ところがですね、この頭痛、なんと、重金属、特にアルミニウムを多く含んでしまっている方にも、頭痛だったり偏頭痛っていうのが現れるわけなんですね。さて、普段ね、アルミニウム、皆さん身近にありますか？実はね、気づかないところで結構使ってたりするんですよね。アルミニウムですから、例えばですけど、アルミホイルですよね。それを使って、トースターとか、それから、今なんかこうフライパンに引いてね、魚をその上で焼くと、くっつかないよみたいなものもあると思うんですけれど、残念ながらですね、アルミ、それを加熱してしまいますと、アルミが溶けてその食品の中に入り、結果体の中に入ってきてしまいます。別の患者さんで言うとですね、このアルミニウム大量に、検出された、患者さんがいるんですけれども、なぜ私アルミニウム、大丈夫かなと測ろうかと思った理由は、頭痛、偏頭痛なんですよね。また、別の患者さんで言うと、子供さんに結構多いんですけれども、いわゆる ADHD とかですね、ADD とかですね、なかなかこう学習障害なんて、こうすごく大ごとな名前がつきますけれども、とにかくこう落ち着きがなかったりですとか、何かにすごく敏感だったりですね、神経にすごくこう敏感な子供、
もしくは大人の方もいらっしゃいますね。このような方も実は、アルミニウムの蓄積によって、そのような症状となって現れることがあります。はい、なんで逆に言うとですね、私子供さんの患者さんもいるんですけれども、このアルミニウムの量を減らすことによって、結構ですね、学校とかでもどうしたん、最近落ち着いてるんですけどっていう感じで、先生がおっしゃってくれるそうなんですね。このね、重金属結構ややこしいんですよね。例えば今話しているアルミニウム、これね、一回入るとなかなか抜け出せことができない。しかもアルミの場合は脳の中にたくさん蓄積する、そういった傾向にあるんですね。逆に、例えば水銀で言いましょう。水銀になってくると、腸、特に大腸とかですね、このあたりに停滞しやすい、そんな、パターンがあるんですよね。ですので結構かですね、大腸がんとかを、抱えてしまっている方、よくよく探れば、なんと実は水銀の蓄積が原因だったなんてこともあるんですね。というわけで、ミネラルって大事なの?というところなんですけれども、答えから言うと、体にいいミネラル大事です。ところが、この体に有害となる重金属、こちらのミネラルの量を、把握しておく必要も非常に健康づくりにおいては大事ですよということなんですね。面白くないですか?あんまり身近な話じゃないと思うんですけれど、なんでね、これこれだけ大事かというと、結局予防医療になってくるんですよね。なんか頭痛してるからって言って、いつもいつも痛み止めばっかり飲んでる人もいると思うんですよ。それか例えばアトピーの方、ずっとねステロイドとか使ってると思うんですよ。でもそもそも頭痛が出なかったり、この肌荒れが出なかったら、そんな薬も使わなくていいじゃないですか。なんでぜひですね、一人でも多くの方がそちらの方に少しでもね視野を向けることで、原因からねしっかり良くなると、体もね勝手にいい方向に動いてきてくれる、そういったね流れができてきたらいいなと思って今日はお話をしてみました。最後にちょっとお知らせを兼ねてしまうんですけれども、なんとですね、このミネラル、体にいいミネラル、そして重金属、全部実はお家で毛髪をですね、髪の毛ですね、髪の毛をちょっとチョキチョキっと切っていただいていて、専用の封筒で投函していただくだけで全部わかります。なんで本当にね、こう普段から原因不明の、何か症状を抱えていらっしゃる方はもちろんのこと、例えばね、自分の子供栄養足りてるんだろうか、例えば成長、お子さんの成長なんかに悩む、お母さんもいらっしゃると思うんですよね。うちの子なかなか背が伸びないんだけれども何をどうすればいいんだろう、栄養足りてるのかなっていう、その辺の物差しにもなります。なんせ毛髪検査ですので、とにかく痛くないんです。髪の毛をチョキチョキっと切って、そこを送っていただくで、いただくだけで、なんと、判断ができますので、何歳になっても、もう子供から大人まで検査できる、そんなのがすごくいいかなと思っております。こちらのね、検査の詳細に関しては、概要欄に貼っておきますので、気になるなという方、ぜひぜひね、覗いてみてください。で、こちらの検査に関しては、料金内には、私の特に、診療とかは含まれておりません。ので、ただただね、ちょっと結果だけ見てみたいよという方、もしくは結果とともにしっかりと、根本からね直していきたいよという方、自分でオプションが決めれるので、すごくそのあたりもいいかなというふうに思います。というわけで、本日はミネラルって大事なのという話について、語ってみました。何かね、こう取り上げてほしいよという、質問とかですね、疑問とかあれば、いつでも、お寄せください。募集しております。それでは今日も素敵な一日をお過ごしください。ナチュロパスのおさやでした。